知ったような口を聞かないで。涙ながらに投げつけられた冷たい言葉は、俺の心に刻まれた。あの瞬間から、俺の心はずっと痛んでいた。昔の俺は、失敗と挫折に紛れ、自分の夢は諦めていた。だけど、ある時譲れないものに出会い、それが俺の人生を根本から変える。過去を悔いながらも、新たな道を進む決意を固めたのは、彼女の存在があったからだ。どんなに辛い過去があっても、この一歩だけは誰にも譲れない。俺の名前は、畑中優太。市役所で働く公務員だ。毎日同じような業務に追われ、気づけば周りに流されるだけの存在になっていた。自己主張が苦手で、自分の意見を言うこともほとんどない。あの日の出来事から、より一層、自分の意見を言うのを躊躇してしまっている。俺には一人兄がいたが、2年ほど前に病気で亡くなってしまった。葬儀の日、空は灰色の雲に覆われ、雨が静かに降り続いていた。黒いスーツに身を包んだ俺の足取りは重い。葬儀場には多くの人々が集まり、みんな静かに涙を流していた。祭壇の前に立ち、涙をこらえながら兄の遺影を見つめていたのは騎士の千鶴さん。千鶴さんの姿は痛々しかった。俺は千鶴さんの隣に歩み寄って、そして俺の口から出た言葉は、あまりにも残酷なもの。もっと早く医者に見せていれば。千鶴さんの表情が凍りついた。その瞬間、自分が何を言ってしまったのか、俺自身も驚いた。俺たちの間の空気が一瞬にして凍りつく。知ったような口を聞かないで。千鶴さんの声が鋭く響いた。彼女は小児科医として数多くの命を救ってきた。その経験と知識があったからこそ、兄に尽くしていたことは簡単に想像できることだ。俺の言葉がどれだけ無神経だったか。俺は青い顔でその場に立ち尽くし、詫びることもできずに、ただ両親に促されるまま葬儀に参加した。それから時間だけが過ぎ、千鶴さんとはすっかり疎遠に。畑中くん、ちょっと来てくれないか。上司の山田さんに呼ばれた俺は、会議室に入り、向かい合った。今回、子供向けのイベントを企画することになったんだが、君に担当をお願いしたい。私がですか？俺は驚きを隠せずに聞き返した。そうだ。君なら子供たちに喜んでもらえるイベントを考えられるだろう。期待しているよ。ニコリと笑って、俺の肩を叩く山田さんの励ましに、俺はただ、うなずくことしかできなかった。イベントの企画を考えながら、デスクに戻った俺が思い出したのは、昔のこと。学生時代、サッカーに打ち込んでいた頃の記憶だ。あの頃、サッカーは俺の全てだった。そんな思いに浸っていると、デスクに置かれた一枚の紙に目が留まった。偶然にもそれは、市内のスポーツイベントのチラシ。子供たちがサッカーを楽しんでいる写真を見て、俺はひらめいた。サッカーをテーマにしたイベントをやってみよう。そのアイデアが浮かんだ瞬間、俺はパソコンに向かい、企画書を作り始めた。しかし、この企画でまさかの人物が。早速、子供向けイベントの会議を開くことになり、緊張と期待が混じった気持ちで会議室に向かった。この会議には、地域住民や地元企業の代表、教育関連ボランティア団体などが参加する。俺の同僚の中西誠も一緒だ。パラパラと俺の作った資料に目を通している姿にほっとする。会議室に入ると、すでに数人が集まっており、
その中に見覚えのある顔が。千鶴さん。俺は思わず声に出してしまった。兄の葬儀以来、ずっと顔を合わせることがなかった彼女が、まさかここにいるとは。千鶴さんも俺に気づき、軽く会釈する。しかし彼女の表情は固く、かつての冷たい態度が蘇ってくるようだった。俺は気まずさを感じながらも、席に着いた。時間になると、俺は進行役として前に出て説明を始める。背筋を伸ばし、緊張を隠すために深呼吸を一つ。皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。今日は市役所が主体となり、小児科病棟の子どもたちを中心にしたイベントについて話し合いたいと思います。イベントの概要ですが、子どもたちが楽しく安全にサッカーを楽しめるように、地域のボランティア団体や保護者の協力を得て進めていきます。具体的には、ふと目をやった中西の隣で、千鶴さんが怪訝な顔をしている。俺は一瞬焦りを感じたが、説明を続けるしかなかった。初回の会議は無事に終了。次回からは、具体的な内容についての意見交換へと進んでいく。会議室の片付けをしていると、背後から声をかけられた。ゆうたくん、お疲れ様。振り返ると、そこにいたのは千鶴さん。千鶴さん、久しぶり。ここで会うなんて驚いたよ。俺は少しぎこちなく笑った。そうね、こういう機会でもないと再会できなかったかもね。気まずい沈黙が続くかと思ったが、千鶴さんの方から話を切り出した。それで、うちの病院でイベントをやるんでしょ？千鶴さん、あの病院で働いてたんだね。ねえ、そうなの。千鶴さんは会議資料を手に持っていて、表紙を俺に見せると、表情を引き締めていった。この資料と今日の会議だけど、小児科医として指摘したいことがたくさんあるの。はい、どのような箇所でしょうか？俺は驚き、思わず背筋を伸ばした。教えてあげてもいいけど、条件がある。条件、何でも言ってください。千鶴さんは静かにうなずく。実は、あなたにお見合いをしてもらいたいの。私が勧める相手とのお見合いよ。俺は言葉を失った。お見合い、ちょっとそれは。お見合いが嫌なら、この話はここで終わりにするけど、イベントを成功させたいなら、受けた方がいいんじゃない？俺は深く息を吸い込み、決意を固める。わかった。お見合いする。その代わりイベントも絶対に成功させるから、さっきの指摘したい点、教えてくれ。千鶴さんは満足そうにうなずいた。OK。交渉成立ね。どっと疲れた顔で会議室を出た俺に、中西が声をかけてきた。お疲れ。いい感じに進みそうじゃないか。ああ、ありがとう。中西はにっこりと笑って、励ましてくれるように言った。これからが本番だ。頑張ろうな。その言葉に、少しだけ気持ちが楽になった。気を引き締めて、これからの準備に取り組まなければ。日曜日、俺はお見合いの場に到着したが、心身ともに緊張で固まっていた。指定された会場は、落ち着いた雰囲気のレストラン。俺は受付に名前を告げると、案内されたテーブルに座って待っていた。お待たせ。声の主は、他でもない千鶴さんだ。俺は驚きのあまり、目を大きく開けて彼女を見つめた。千鶴さん、どうしてここに？彼女は微笑みながら、優雅に着席した。ゆうたくん、ようこそ。お見合いの相手は私よ。それってどういう？どうしてこうなったのか、状況が飲み込めない俺に、千鶴さんは落ち着いた口調で説明を始めた。あなたにお見合いを受けるように言ったのは、こうでもしないとあなたが私と向き合わないと思ったからよ。図星だった。千鶴さんは
少し真剣な表情になり、俺を見つめた。ゆうたくん、私はずっとあなたのことを心配していたの。あなたの周りに流される性格を見て、このままだと大変なことになるんじゃないかって。この言葉もまた図星だった。それで、俺を呼び出してアドバイスしてくれるってことですか？そうね。でもここでのディナーもしてみなかったの。わかりました。今日はお見合いの相手としても素敵な時間を過ごせるように努めます。それでいいわ。まずはお互いにリラックスしてお話ししましょう。それから俺たちは夕食をとり、イベントについての話をした。途中、千鶴さんから思わぬ問いかけが飛んできた。そもそも小児病棟の子供にサッカーをさせるなんて無謀なんじゃないかって思う人にはなんて説明する？親御さんの不安もどうやって取り除く？その質問に一瞬言葉を失った。確かに小児病棟の子供たちにサッカーをさせるというのは大胆なアイデアだ。だが俺は病気と戦う彼らが笑顔になる姿を見たかった。その点については、考えています。いろいろ小児科医としての千鶴さんにはついつい敬語になってしまう。俺は深呼吸をしながら答えた。まずは医師の協力のもと、安全に配慮したプログラムを作成します。親御さんには事前に説明会を開いて、子供たちの健康状態に合わせて進めることを伝えます。千鶴さんは黙って俺の話を聞いていたが、その表情には少しの安心感が見えた。もちろんそれでも不安を完全になくすのは難しいかもしれない。でも子供たちにとってこのイベントが特別な思い出になるように全力を尽くしたいんです。そうね。親御さんを安心させるには私たち医療従事者のサポートが欠かせないわ。千鶴さんは静かにうなずいた。そこまで考えてるって分かってよかった。私全力で協力するわ。子供たちのためにできる限りのことをしましょう。ありがとうございます。頭を思い切り下げた俺は勢いよくテーブルに額をぶつけてしまった。額を両手で押さえる俺の姿に千鶴さんのかすかな笑みが見えた。随分と久しぶりに見る笑顔だと、次の瞬間千鶴さんはどこかへ歩いて行ってしまった。俺に呆れてしまったのだろうか。はい、ハンカチ、ちょっと冷やしなさいよ。千鶴さんは濡らしたハンカチを差し出した。それは薄い桃色で心地よい匂いがする。俺は額にハンカチを当てた。ありがとう。私ね、ずっとしたかったの。え？子供たちが笑顔になること。千鶴さんの優しい笑顔に俺の胸は一瞬跳ねた。それは恋心とは少し違う、ずっと失っていたものを取り戻したようなほっとする気持ちだ。今まで疎遠だった千鶴さんと再会したこと、そして千鶴さんが協力してくれることに対する安心感、千鶴さんの存在が俺の中にあった不安や緊張を和らげてくれている。俺絶対にイベントを成功させるよ。ええ、一緒に頑張りましょう。胸の中で新たに燃え上がる決意を感じながら、俺は心の中で誓った。子供たちの笑顔のために、そして千鶴さんの信頼に応えるために全力を尽くすと、週明け仕事から帰宅すると一本の電話がかかってきた。ごめんなさい、今日残業になったの。明日は休みだから明日にしてもらってもいい？少し疲れた感じの千鶴さんの声だった。今夜イベントの企画内容を相談することになっていたのだが、仕事ならば仕方がない。もちろん大丈夫だよ、無理せず頑張って。俺はすぐに了承した。電話を切った後、ふと何か差し入れでもしようかと思い立った。千鶴さんが疲れているなら少しでも元気を出してほしい、そう思い、俺は台所に立って得意料理のおでんを作り始めた。
大根、卵、ちくわ、こんにゃく。タッパーに具材を丁寧に詰め込むと、メモにお疲れ様です、差し入れですと書き、タッパーに貼り付けた。よし、これで完璧だな。出来上がったおでんをタッパーに入れ、千鶴さんの家の玄関にぶら下げておいた。遅く帰ってきた時に気づいてくれればいいと思いながら、俺は自宅に戻る。再び電話が鳴ったのは、日付が変わる頃だった。もしもし。遅くにごめんなさい。玄関におでんがかかってたんだけど、これゆうたくんが持ってきてくれたの。千鶴さんの声が電話越しに聞こえた。こんな時間まで仕事をしていたのだろうか。ゆうたくんかなって思ったんだけど、名前が書いてないからびっくりしちゃって。俺は思わず笑ってしまった。おう、俺。ごめん、驚かせちゃって。でも疲れてるって聞いたから、少しでも元気になってもらえたらと思って。ありがとう。元気が出そう。電話越しに聞こえる千鶴さんのありがとうの言葉に、俺の心も温かくなる。そんな穏やかな日常が、このまま続くかと思いきや、現実はそう甘くはなかった。それから数日経った午後、おい、ゆうたと中西が声をかけてきた。ちょっといいか？イベントの進捗について少し話したいんだ。ああ。今回の企画、入院している子供たちにサッカーをさせるって、ちょっと無謀じゃないか。病状が悪化したり、体調を崩したりしたらどうするんだ。その言葉に、俺の心臓がドキリとした。でも、お前もこの案には賛成してくれたじゃないか。何度も考えたんだよ。もし体調を崩したり、病状が悪化したりしたら、市役所が主催するイベントだから責任問題にもなりかねないって。周囲の視線が俺に集まるのを感じながら、俺は少し焦った。リスク管理についてはしっかり考えてるよ。そう答えたが、言葉には自信がない。そのリスクを千鶴さんに全部背負わせることになるかもしれない。その点に関しては小児科医と連携を取っていて、そう答える途中、山田さんも声をかけてきた。鳩中くんどうした？何か問題があるのか？その声に、俺の心はさらに押しつぶされるような感覚に襲われた。中西の言葉が山田さんにも伝わり、周囲の視線がますます厳しく感じられる。俺は言葉を詰まらせ、焦りと不安でいっぱいいっぱいになった。なあ、ゆうた、準備が整っていないなら、もっと真剣に考え直した方がいい。俺も代替案を考えておくから。そうだな。君に担当を任せたとはいえ、一人で抱え込むものじゃない。まだやり直しは聞くんだ。しっかり中西くんと話し合うように。頼りになる同僚がいてよかったな。実はいくつか案を考えているんです。ゆうた、お前にも後で見せるよ。俺はその場で返答に困りながらも、わかりましたと答えた。その後、職場の空気は重く、俺の心も沈み込んでいた。どこか心の中で、うまくいかない気がしていた。また自分の考えが通らず、流されてしまうのではないかという恐怖が募る。そんな気分のまま、俺は帰路に着いた。俺は学生時代サッカーに全力を注いでいた。その夢が、怪我で断たれた時のことを思い出す。あの時の体と心の痛みが今でも深く刻まれている。そう、サッカーの夢を断たれた後だ。俺が意見を強く主張するのが怖くなったのは、何かを望んでもそれが叶わないという恐怖が俺を萎縮させた。でも今このまま流されてしまったら、自分の仕事へのプライドも努力も全てが無駄になってしまうかもしれない。そんな思いが頭の中をぐるぐると渦巻いていた。そんな時、玄関の呼び鈴が鳴った。ドアを開けると、そこにいたのはタッパーを持った千鶴さん。ちょっとゆうたくん、顔色が悪いわよ。大丈夫？大丈夫だよ。ただ少し疲れてるだけ。俺は笑ってみせたが、その笑顔は自分でもわかるほどにぎこちない。
千鶴さんは一瞬ためらっていたが、決意したように言った。ちょっと上がっていってもいい？俺はうなずき、彼女を家に招き入れた。居間に座りながら、千鶴さんは静かに尋ねる。ゆうたくん、何かあったの？その一言で、俺の心の中に溜まっていた感情が溢れ出しそうになった。俺は冷静を装って全てを話した。イベントのプレッシャー、中西の言葉、そして自分の過去の弱さ。千鶴さんは俺の話を静かに聞きながら、時折うなずいてくれた。そう、辛かったわね。その瞬間、俺は千鶴さんの優しさを改めて痛感した。再会してからも俺をなじったりしなかった。俺への協力も惜しまなかった。そんな千鶴さんに、あの日の俺はどれだけひどいことをしてしまったのだろう。千鶴さん、ずっと言えなかったけど、あの時のことは謝りたいんだ。兄さんが亡くなった時、俺はひどいことを言ってしまった。何を今更って思うよな。でも本当にごめん。俺は目を伏せ、深く頭を下げた。ゆうたくん、私もあなたに対してひどい言い方したこと、ずっと後悔してた。あの時は私自身が悲しみでいっぱいで、でももっとできたことがあったんじゃないかって悩んで、どうすればいいのかわからなかった。少し間を置いて、千鶴さんはうつむきながら話を続けた。私もね、ずっとあの日のこと引きずっていたの。それから気持ちを抑えるようになってしまって、結局こんな気持ち誰にも話せなくって、一人ぼっちだなって孤独を感じることが多かった。その言葉に、俺は胸が締め付けられる思いだった。だからかな、会議の場で会った時、なんだか嬉しかったんだ。千鶴さん、俺たち、もう一度義理の兄弟としてやり直せるかな。千鶴さんは驚いたように目を見開いたが、みるみるうちに潤んでいった。もちろんよ、ゆうたくん。私たちもう一度やり直しましょう。千鶴さん、俺本当に自分が情けないよ。俺変わりたいんだ。あの時の俺とは違うって証明する。俺は変わらなければならない。過去の自分を乗り越え前に進むためにだ。もう泣かないで。俺は手頃な布を手渡した。ちょっと、これ大吹きじゃない。もうせっかくかっこよかったのに台無し。しまった。まさか大吹きだったとは。千鶴さんは指で涙を拭いながら笑った。でも本当に、期待してるわ、ゆうたくん。千鶴さんが微笑んだ瞬間、俺の心の奥底で何かが響いた。それはまるで恋に落ちる音。俺は心の底から変わることを決意した。翌日、俺は山田さんに企画について話を聞いてほしいと頼み込んだ。もちろん、中西にも同席してもらう。三人だけの会議室の空気は重く、緊張感が漂っていた。中西の冷ややかな視線が、俺に突き刺さるようだったが、俺はもうひるまない。このイベントは、入院している子供たちにも参加してもらうことを目的としています。もちろん、安全面には最大限の注意を払います。でもな、ゆうた。中西が声を上げ遮った。この間も言ったが、入院が必要な子供にサッカーをさせるなんて無謀じゃないか。体調を崩したり、病状が悪化したりしたらどうするつもりだ。俺は冷静に中西の目を見つめ返した。その点については、事前に小児科医と連携を取っています。子供たちの体調管理を徹底して、もちろん体調が悪い子がいれば、医師からのストップもかけます。中西はまだ不満げだったが、俺は続けた。このイベントを通じて、子供たちに勇気と希望を与えられると考えています。入院生活が長引く中で、こうした活動が彼らにとって、どれほど大きな意味を持つか、考えてみてください。プレゼンが進むにつれ、会議室の雰囲気が少しずつ変わっていくのを感じた。山田さんも真剣な表情で、資料に目を通しながら聞いてくれている。なるほど。
確かにリスクはあるが、君の提案には価値があると思う。山田さんの言葉に俺は心の中でガッツポーズ。このイベントを成功させるために全力を尽くします。今後もご協力をお願いします。会議室を出ると緊張が一気に解け、ほっと一息ついた。ゆうた、今日のプレゼンはなかなかだったな。でもこれからも気を抜かずに頑張れよ。中西が俺の肩を叩く。サンキュー、頑張れよ。すると中西が一歩近づいてきて低い声で言った。それからイベントには副市長も参加するんだ。恥かかせないようにしないとな。その言葉には重みがあった。ああ、分かってる。この時の中西の言葉にどんな意味が込められていたのか、その時の俺は知る由もなかった。イベントの準備が着々と進む中、突然市役所への問い合わせが急増した。案内があったんですけど、このイベント安全かどうか心配です。それに最近いろいろな噂を耳にしました。本当に大丈夫でしょうか？噂。俺は眉を潜めたが、電話で黙り込むわけにはいかない。ご心配をおかけして申し訳ありません。このイベントでは入院中の子どもたちが安心して参加できるよう、安全対策を講じています。具体的には小児科医と連携し、参加する子どもたちの体調管理を徹底します。今回のようにどんなことでも不安に思われることがあれば、ぜひご遠慮なくお知らせください。俺は冷静を装いつつも心の中では焦っていた。問い合わせの内容はイベントの安全性についての懸念が多かった。俺は懸命に説明し対策について話したが、どうしても保護者からの不安の声は収まらない。俺は千鶴さんに相談することにした。千鶴さん、ちょっと相談したいことがあるんです。俺は電話をかけながら心臓がドキドキしているのを感じていた。どうしたの？何か問題が起こった？実は最近市役所への問い合わせが急に増えて、その内容がイベントの安全性についてなんだ。危険だっていう噂が流れてるみたいで。それは大変ね。もしかしたら何か誤解が生じているのかも。千鶴さんは柔らかい声で返答してくれた。まずはしっかりとした対策を説明する必要があるわね。ただ口先だけいいように言ってるって考える人もいると思うの。そうか、どうしよう。俺は焦りながらも千鶴さんのアドバイスを求めた。実際に医師の意見を出して信頼を得るのもいいわね。俺は千鶴さんの言葉をメモに取りながら思考を整理した。もしよければ私も協力するわ。うちの病棟の保護者にそれとなく声をかけてみる。本当にありがとう、千鶴さん。言ったでしょ、私は子供たちが喜ぶ姿が見たいの。うん、俺頑張るよ。その後、千鶴さんのおかげか電話の問い合わせは少なくなっていった。電話落ち着いてよかったな。なあ、一時はどうなることかと思ったよ。中西と雑談する余裕もでき、このままイベントを成功させることに集中できそうだ。しかしイベント当日、全てがうまく進んでいると思った矢先、突然の事態が発生した。子供たちがサッカーを楽しんでいる中、一人の子供が突然いなくなったという報告が入ったのだ。おい、ユータ、大変だ。子供の一人が見当たらない。中西の言葉に、俺は冷や汗が流れた。俺は冷静を保とうとするが、全身に緊張感と恐怖が走る。わかった。すぐに探す。中西、お前は向こうの会場をくまなく見てくれ。声が震えないように注意しながら中西に指示を出した。見つけなきゃ、絶対に見つけなきゃ。汗が頬を伝い、心拍が耳元で響く。必死に会場を駆け回り、あらゆる場所を探し続けた。ようやく子供はイベント会場の隅にある小さな物陰で見つかった。泣きながらも無事な姿に安堵し、涙ぐんでいる子供を抱き上げる。怖かったな。もう大丈夫だ。
みんなのところに戻ろう。小さな体が震えるのをなだめながら、心の中で本当に無事でよかったと安堵しながら会場に戻った。千鶴さんはすぐに子供の状態を確認するため救護室へ向かった。ありがとうございます。本当に無事でよかった。母親は俺に何度も頭を下げたが、俺を迎える周囲の視線は冷たく厳しいもの。その視線の一つ一つが針のように突き刺さる。畑中くん、何が起こったのか説明してくれ。騒ぎを聞きつけたのだろう、副市長が言い放つ。その声は厳しく責め立てるようだった。子供がいなくなったと報告があり、すぐに対応したつもりですが手が回らず。自分でも説得力のない言い訳だと分かっていたが、どうしても他に言葉が見つからなかった。管理を怠った結果がこれだ。山田さんが冷たい声で続けた。中西も黙ってその様子をじっと見守っている。すると副市長が、このままだと市役所の信頼性が失われる。詳細がわかるまで君には今から3日間の謹慎処分を与える。その言葉が頭に響き、俺の心は一瞬にして打ちのめされた。自分がどれほど必死に取り組んでも結果がこのような形で現れたことが、全身を貫くような痛みとなって襲ってきた。誠、ここはお前が引き継げ。承知しました。副市長と中西の声をどこか遠くに感じながら、俺は会場を後にし自宅に戻った。窓の外がどんどん暗くなっていく。イベントは成功しただろうか。何もかもが無力に感じられる。その時ふと千鶴さんが会場に来ていたことを思い出した。彼女にすら絶望されたのではないかという不安がさらに心を圧し潰していく。こんなことになって千鶴さんにも幻滅されたな。俺は何も手につかず、一晩中部屋の中で膝を抱えていた。謹慎処分1日目、俺は変わらず部屋に閉じこもっていた。自分の努力が全て無駄だったのではないかという思いが頭をよぎる。布団に横たわり天井を見つめながら、サッカーを諦めた日、兄の葬儀の日、イベント会場で向けられた目を反芻していた。俺はまた諦めるだけの人生を。そうつぶやいた瞬間、玄関のドアの外から聞き慣れた声が。ゆうたく、話があるの。俺は一瞬耳を疑ったが、再び千鶴さんの声がドア越しに聞こえた。ゆうたくん聞こえてる？お願い開けて。俺は重い体を起こし、ドアへと向かう。ドアを開けると、そこには心配そうな表情の千鶴さんが立っていた。千鶴さん。合わせる顔がなく、俺はうつむいてしまう。千鶴さんはそのまま玄関の中に入ってきた。ゆうたくん、あなたの努力と誠実さは私が一番よく知ってる。子供は怪我一つしていなくて無事だったわ。あなたのおかげよ。俺はその言葉に心を揺さぶられ、胸の奥に溜まっていた涙が溢れ出した。千鶴さん、ありがとう。千鶴さんは静かに俺の肩に手を置き微笑んだ。大丈夫。あなたにはまだできることがたくさんある。私の話を聞いてちょうだい。俺はうなずくと千鶴さんを今へ通した。まず迷子になった子なんだけどね、あっちでお菓子を配っているよって男の人に話しかけられたそうなの。それで迷子になったみたい。う、あとね、お母さん方に聞いたんだけど、今回のイベントが危険だっていう噂が出回っていたでしょ。参加したいって市役所に申し込んだ保護者が職員にそう言われたっていう話がどんどん広まっていったそうなの。そんな、職員が。俺は困惑の声を上げた。それから言っておきたいことがあって。今までとは違い、千鶴さんは少し歯切れが悪かった。初めての会議の時、私、ゆうたくんの同僚の中西さんの隣にいたの。おう、それは知ってる。
あなたがプレゼンしているとき、中西さんがちょっと嫌な笑い方をしながら、病気の子供にサッカー？そんなのできっこないって言ってたの。千鶴さんの言葉が静かに響いた。きっとそれは、俺が千鶴さんの怪訝そうな顔を見たときなんだろう。中西が俺の企画にいい顔をしていないのは、うすうす感じていた。私、企画の最初から見てるけど、ゆうたくんは頑張ってる。きちんと話せば、きっとみんなも理解してくれるはずよ。俺は千鶴さんの言葉に勇気をもらい、市役所に戻る決意を固めた。ありがとう、千鶴さん。俺、ちゃんと弁明するよ。それでこそゆうたくん、応援するからね。やる気が出てきたところで、俺の腹が鳴った。昨日から何も食べていないことに気がつく。よし、今夜は美味しいものでも食べよう。あ、謹慎中に外出はダメだよね。出前取ろうか。千鶴さんの心遣いで、俺はすっかり気持ちを取り戻していた。謹慎明けの出勤。周りの目が痛かったが、俺はもう気にしない。なんだか騒がしいな。朝一番だというのに、なんだか窓口が騒がしかった。足を向けると、そこには人だかりができていた。何があったんだ？俺は急いで窓口に向かった。だから、サッカーイベントで迷子になったうちの子を助けてくれたのは畑中さんなんです。お礼を言いたいのに、この3日間出勤してないってどういうことなんですか？おかしいじゃないですか。私見ましたよ。イベントの放映を着た男性が男の子に近寄って何か話してたのを、畑中さんじゃなかったです。そばにいた職員に話を聞くと、迷子になった子供の母親が目撃者を連れてきて大勢で説明してくれているようだ。そこには千鶴さんの姿もある。千鶴さんが迷子になった子供の母親や他の家族に呼びかけてくれたのだろう。窓口の職員はおろおろしている。あの、皆さん、おはようございます。畑中です。一斉に俺に注目が。私のためにありがとうございます。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。私も真実を明らかにしたいと思っています。この件について徹底的に調査を進め、皆さんに正しい情報を必ずお伝えします。俺の声は強く、揺るぎないものだった。どうか私を信じてください。必ず解決いたします。わかったわ。畑中さんを信じます。母親が力強く言った。説明会を開いてください。ちゃんと話を聞きたい。他の保護者たちも次々に声を上げている。俺は保護者たちからの言葉を受けて、再び前進する力をもらった。すると、騒ぎを聞きつけた山田さんが、中西を連れて窓口へやってきた。刺すような視線を受けた中西の顔色は、かなり悪い。中西君、これはどういうことか説明してくれないか。そこで副市長が現れ、その存在感が瞬く間に場の空気を一変させた。皆さん、結果を必ずお伝えいたしますので、少しお待ちいただけますか。今日はご自宅へお戻りください。副市長の声は冷静だが、強い威厳を放っていた。皆さん、帰りましょう。千鶴さんが家族たちを促し、市役所から出ていく。君たちは一度、上へ来るように。俺たちは戸惑いながらも、副市長の指示に従い、会議室へと連れて行かれた。副市長は会議室の中央に立ち、中西を鋭い視線で見つめた。
中西は硬直したまま額に汗をにじませている。中西くん、サッカーイベントの日、君が一体何をしたのか説明してもらおう。副市長の声は冷たく響き、緊張感が漂う。副市長、私は…中西は口ごもり、顔を上げることができなかった。これは、その…誠、説明しろ。副市長は厳しい口調で迫った。お前がいかに不適切な行動をとったか、その結果がどれほど大きな影響を与えたか、理解しているのか。中西は震えながらもようやく口を開いた。私が確かに間違いを起こしました。お前の行動をもう一度よく考えてみろ。どれほどの家族に不安と混乱をもたらしたか、理解しているのか。一歩間違えれば幼い子供の命が失われる危険だってあったんだぞ。中西は顔を下に向けたまま涙を流していた。その姿は完全に打ちひしがれている。お前の行動を許すことはできない。数週間から1ヶ月の謹慎処分が妥当だろう。そんな、兄さん。兄さんという言葉に俺は驚いた。イベントの最中も今も中西の名前を呼んだりと違和感があったが、まさか兄弟だったとは。そういえば副市長の名字も中西だ。理由があるなら言ってみろ。俺は兄さんに対してずっと劣等感があった。今回のイベントは完成度が高くて評価もされると思った。ユータを蹴落としてでも俺の手柄にしたかったんだ。副市長の顔は険しく、その目にはさらなる怒りが宿っている。誠、お前は自分の劣等感を解消するために他人を犠牲にしたんだ。よくそんなことが言えたな。中西は頭を垂れ、何も言い返せないようだった。畑中君、先日は確認もせずに厳しい言葉をかけてしまい申し訳なかった。君の努力を理解せず不当な扱いをしてしまったことを深くお詫びしたい。はい。これからも全力で業務に取り組みますので、よろしくお願いします。俺は反応に困ってしまい、大きく頭を下げた。その後、中西は迷子になった子供の母親や、地域住民に対しても直接謝罪。先日のイベントでの私の行動について深く反省しています。私は自分の感情に流され無責任な行動をとってしまいました。心からお詫び申し上げます。もちろん簡単に受け入れられるものではなかったが、みんな謝罪は聞いてくれた。ユータ、迷惑かけてすまなかった。俺羨ましかったんだ。お前に何をされても文句は言えない。ただ謝罪だけはさせてくれ。本当にすまない。何をされても。本当だな、それ。俺の言葉に中西はびっくりと肩を震わせた。1ヶ月後、俺は中西と資料を読んでいた。なあ、ここなんだけど。俺は謹慎が解けた中西を誘い、一からイベントの計画を立てることにした。医療サポートの体制を強化するため、サッカー場に
臨時の医療ブースを設ける。中西は広報活動に力を入れ、俺は保護者への説明会を開き、イベントの安全対策や緊急時の対応方法について詳しく説明した。皆さん、今回のイベントでは医療面でのサポートを強化し、全力で安全対策を講じています。何か不安な点があれば、どんなことでもご質問ください。こうして、地道に地域の方々と信頼関係を築いていった。イベント当日、空は青く晴れ渡っていた。子供たちはサッカーを楽しみながら元気に駆け回り、走るのが苦手な子は色とりどりのフェイスペイントを楽しんでいる。あちらこちらで歓声が響き当たり、会場の雰囲気はまるで祭りのようだ。痛いの痛いの、飛んでいけ。救護スペースで子供の怪我の処置をする千鶴さんの声に、俺はぎょっとして振り返った。目が合うと照れ隠しだろうか、睨まれてしまった。保護者たちは普段見ることのできない子供の姿を温かく見守り、子供たちが楽しんでいる様子に安堵の表情を浮かべている。中西もフィールドで子供たちとサッカーをしながら、子供たちに笑いかけていた。どう？楽しんでる？うん、楽しい。子供たちの明るい返事に、俺も口角が上がる。今回のイベントは大成功を収め、保護者たちから本当に楽しい時間をありがとうございました。子供たちも大喜びでした、と言葉をかけてもらえた。俺は中西と肩を組み、共に労をねぎらう。そこに以前の緊張感はもうない。イベントの成功を祝う夜、俺は千鶴さんをレストランへ誘った。見合い会場になったあの場所だ。千鶴さん、今日は本当にありがとう。ゆうたくんこそ、お疲れ様でした。リベンジ大成功だったね。千鶴さんの笑顔がまぶしい。俺は深呼吸をし、言葉を続けた。実は、イベントが成功した後に、伝えたかったことがあるんだ。何？千鶴さん、俺、感謝だけじゃなくて、もっと深い気持ちを感じてる。義理の兄弟としてなんて言ったけど、本当は恋人になりたい。千鶴さんは一瞬言葉を失い、困惑した表情を浮かべた。ゆうたくん、私は。言葉を探すように視線を泳がせ、千鶴さんはなかなか口を開かなかった。私は孤独を感じるのが嫌で、だから誰かとまた、怖いの。俺はふだれるのだろうか、泣かないように太ももをぎゅっとつねった。なのにあなたがイベントを成功させようと必死になっている姿を見ると応援したくなるし、会うときはいつも服が気になって何度も着替えちゃうのよ。ゆうたくんと一緒にいると、どんどん変わっていく自分が怖いの。それって、俺のこと好きってことなんじゃ。俺の心は期待で高鳴りっぱなした。千鶴さんは顔を赤らめながら、焦ったように言った。違うわよ。そんなんじゃなくて。千鶴さん、俺は本気です。もし少しでも俺のことを考えてくれるなら、これからも一緒に過ごしてほしい。千鶴さんは耳まで真っ赤にしてしばらく黙り込むと、はい、そう小さくうなずいた。ゆうたくんがこんなに自分の意見を押し通してくるなんて思ってもみなかった。千鶴さんのおかげだよ。こうして俺たちは夜の静かなレストランで幸せなひとときを共有しながら、
未来に向けた新たな一歩を踏み出したのだ。それから俺たちは交際を始めてから3年後に結婚。挙式は小さな教会で、友人家族が集まるささやかなものだ。そこにはもちろん中西の姿も。中西は式が始まる前からハンカチで顔を覆っていた。俺と千鶴はお互いの手をしっかりと握り合いながら、これからを共に歩む誓いを立てる。いつまでも君にまっすぐな思いを伝え続けるよ。うん、絶対一緒にいてね。俺たちは誓いのキスを交わし、新たな人生の門出を迎えた。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴ありがとうございました。今回の二人の馴れ初めはいかがでしたか？良かったと感じた視聴者様は、今すぐ画面下のチャンネル登録と通知用ベルマークを押してください。新しく投稿された動画をいち早くお楽しみいただけます。またいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。他にも素敵な馴れ初め動画がたくさんあるので、よかったらもう一本見ていってくださいね。